やってきました山梨。山梨の魅力を伝えよう、そしておばあちゃん家にも行こうという空気が澄んでますね。いい空気だ。いい写真が撮れました。わあすごい綺麗。これが牛の八海だ。すごい、もう全部建物がみんな集まってきましたよ。どんどん美味しい。水きれいですね、本当にキラキラしてる。長寿の泉、ご自由にお飲みください。いいじゃないですか、おばあちゃんに飲んでもらおう。おばあちゃんはね、今ここで見守っててくれてます。よいしょよいしょ。みんな料理チューリップ、あまりいいことがないんですけど、ガントガントのみみんさん、あそこ登ってたんだ。おー、おいしい。